はい、こんにちは、レトスノーノです。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。本日より短期集中実用カップ講座、短期講座を開講させていただきます。これまで募集をしていた個別指導では来年の試験日までサポートを行っているんですけども、今回募集する短期集中実用カップ講座、こちらについては今年の試験日までがサポート期間となっています。まあ、その分値段はですね、個別指導の半額以下となっておりますので、受講しやすい価格となっております。この短期集中実用カップ講座のキーワード、これは時短です。短期間で実力をつけたい、無駄な勉強したくない、今年何としても合格したい、そういった方のための講座となっております。合格するための勉強法を実践していただけるので、ぜひこの最安値の期間中にご検討いただければと思います。短期集中実用カップ講座の詳細についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入っていきます。物上保証人や担保不動産の取得者は債務者の意思に反して弁済することができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは、丸ですね。正当な利益を有する第三者は債務者の意思に反して弁済することができます。で、正当な利益を有する第三者っていうのは、昨日もお伝えした通り、物上保証人とか借地上建物の賃借人、抵当不動産の第三取得者、公衆員抵当経営者などです。で、今回の問題文っていうのは、物上保証人と担保不動産の取得者っていうのは、こちらの抵当不動産の第三取得者、こちらに当たります。よって、この二人っていうのは債務者の意思に反して弁済することができるということなんですね。もうこれはもうルール通りの内容です。きちんと整理していないと難しく感じるんですが、整理できている方は簡単な問題ですね。整理できていない方は短期講座で頭を整理しながら学習すると効率的です。で、問い2ですね。地主 B が都市計画法の用途地域内の所有地を駐車場用地2区画、資材置き場1区画、園芸用地3区画に分割した上で、これらを別々に売却する場合、B は宅建業の免許は必要である。丸か×かという問題です。で、B は免許必要なので、答えは丸なんですけれども、まず用途地域内の土地っていうのは原則宅地扱いなんですね。ただ例外として、まあ、政令で定める公共施設用地、例えば道路とか、まあ、そういったものについては宅地には該当しません。で、今回の問題の駐車場用地、資材置き場、園芸用地、これらはもうすべて宅地になります。そして宅地を別々に売却する場合と書いてありますので、これは取引にも該当するし、業にも該当します。したがって B は宅建業の免許が必要だということになります。で、この問題すごく基本的な問題なんですけども、基本を抑えることっていうのが理解することなんですね。で、これが合格の第一歩になります。そのため、この理解の仕方については、短期講座で詳しく解説しています。今回の問題については、その理解の仕方までお伝えをしてないんですね。なぜ免許が必要なのかどうか。こういったところ苦手にしてる方ってやっぱ意外と多いんですよ。でも実は簡単なんですね。で、その理解の仕方について短期講座で詳しく解説していますので、ぜひ短期講座ご検討ください。で、短期講座についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。で、問い3です。準都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために必要があるときは、都市計画に区域区分を定めることができる。丸か×か。これは×ですね。これは昨日の問題をしっかり勉強した方は解ける問題です。準都市計画区域で定めることができる地域地区っていうのは8個ありましたよね。8つありました。1つ目が用途地域、2つ目が特別用途地区、3つ目が特定用途制限地域、4つ目が高度地区、5つ目が景観地区、6つ目が風致地区、7つ目が緑地保全地域、8つ目が伝統的建造物群保存地区。この8つですよね。この8つに含まれていれば、準都市計画区域に定めることはできるんですけども、それ以外っていうのは定めることできないんですね。で、今回区域区分の話なんですけども、区域区分っていうのは先ほどの8個の中に入っていません。なので、準都市計画区域に定めることはできないというふうに答えを導くんですけれども、これ昨日もお伝えしたんですけど、これ覚えるのが相当しんどいんですね。
そのためなかなか類題が解けないんですよね。試験ではこのような類題たくさん出てきます。そういった課題を解決するのが短期講座です。また都市計画法が苦手な方っていうのはイメージもできていない場合が多いです。もちろんその点も短期講座でお伝えしていきます。そして今開講している短期集中実力アップ講座、これは文字通りですね、短期集中型の実力アップを図るための講座になります。実際全く法律知識ゼロの中卒で元とび職の方がたった3ヶ月で一発合格した講座になります。それ以外の方でも4ヶ月とか5ヶ月といった短期間で全くゼロからですね、一発合格していただいております。でイメージなんですけども、全く法律知識ゼロの方であったとしても一気に実力を上げることができるんですね。でこれはなぜかというと、短期集中実力アップ講座で使うテキスト、問題集、こちらは理解学習ができる教材になってます。この教材を使っていくだけで理解をしながら学習できるんですね。具体例だったり考え方だったり答えの導き方、これを解説の中に入れております。なのでこれを使うだけで他に調べるってことをしなくてもできるだけいいようにしてるんですね。だからこそ短期間で実力アップさせることができるということなんですね。だから法律知識がゼロの方でも短期間で一気に上げることができるんですね。でもちろん今現状ある程度、点数取れますと、合格点マイナス1点、マイナス2点、マイナス3点ぐらい、そういった方っていうのはもうある程度実力があるんですよね。でもここを超えられないんですよね。この合格点までいかない、これっていうのは理解をしてないからなんです。そういった方であっても弊社の短期講座の教材を使っていただければさらに伸ばすことができます。合格点を突き抜けることができます。まあ合格点プラス4点とか5点ぐらいですね。つまり多少ミスをしたとしても合格ラインにちゃんと入ってくるぐらいの実力はつけることができます。で一方である程度勉強している方であったとしても理解学習ができていないとどれだけ勉強しても実力が上がっていかないんですね。この緑の線がそうなんですよ。多くの方がこうなってるんです。市販の教材とか予備校の教材とか使うのは全然構わないんですけども、そこには理解すべき内容まで載ってないから自分自身で理解すべき内容を調べていかないといけないんですね。この作業をやっていかないといつまで経っても点数で伸びないんですよ。多くの方が過去問とか予想模試とか40点以上取れるようにしてきます。でも本試験で点数取れない、これは日々の勉強で理解学習ができていない証拠なんですね。例えば権利関係とかだったら弁護士さんのサイトとか法律事務所のサイト、法令上の制限だったら国土交通省のサイト、都道府県のサイト、建設業者のサイト、税金関係だったら国税庁、税理士さんのサイト、そういったもので現状調べられていないというのであれば、これはおそらくですね、理解学習ができていないと思います。なのでそういった方は注意が必要なんですよね。これからどれだけ勉強しても、つまり過去問集を どんだけ解いても、テキストをどんだけ読んだとしても理解すべき内容は載っていないから、ここの壁を乗り越えることができないんですね。まあもちろん運が良ければ合格点達成できますけれども、結局は運任せになっちゃうっていうことになるんです。なんでそうじゃなくて、ちゃんと実力を上げてできるだけ確実に合格したいというのであれば、ぜひ短期集中実力アップ講座をご検討ください。この動画を見ているのは3ヶ月前かもしれない、もしくは5ヶ月前なのかもしれない。いずれにせよちゃんと理解学習ができれば合格できる確率も非常に高まってきますんで、もし今年絶対合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。そしてこの短期集中実力アップ講座の具体的な内容についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたと一緒に勉強できること、そして合格発表の時に一緒に喜べることを願っています。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。で、初めにもお伝えをした通り、本日より短期集中実力アップ講座、短期講座を開講させていただきます。これまで募集をしていた個別指導では来年の試験日までサポートを行っているんですけども、今回募集する短期集中実力アップ講座、こちらについては今年の試験日までがサポート期間となっています。まあ、その分値段はですね、個別指導の半額以下となっておりますので、受講しやすい価格となっております。この短期集中実力アップ講座のキーワード、これは時短です。短期間で実力をつけたい、無駄な勉強したくない、今年何としても合格したい、そういった方のための講座となっております。合格するための勉強法を実践していただけるので、ぜひこの最安値の期間中にご検討いただければと思います。短期集中実力アップ講座の詳細についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。